跳ね返し戦ってきた。見せつけろ背の底力を。ジェラ・セリーク。進化進化進化。さあプレーボールまで25分少々と迫ってまいりました。早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。 Welcome to 神宮ステディアム。ロケットのスワローズスタジアム DJ パトリック Q です。そして前を横切っていきました東京ヤクルトスワローズマスコットスーパーミーちゃん。はい、今日もよろしくね、スワミちゃん。はい、頭に乗っけているものは後ほど説明したいと思います。さて東京ヤクルトスワローズ今シーズンレギュラーシーズン残すところあと37試合となりました。大きな目標に向かって1試合1試合勝利に向けて戦っている東京ヤクルトスワローズです。そのチーム、そして選手たちを今日もね、スワローズファンの皆さん熱くサポートしていきましょうね。そしてスワローズファンの皆さんの記憶に残るスワローズのナイスプレーをたくさん見れるよう今日も手拍子応援で応援していきましょう。応援よろしくお願いします。内野スタンドの皆さん一つになって応援しましょうね。よろしくお願いします。さて今日も阪神タイガースを迎えてのゲームとなります。タイガースファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。早くからご来場ありがとうございます。共に気持ち手拍子応援で試合を盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。ブライフの皆さんにお願いです。飲食時以外は必ずマスクを着用していただいて声を出しての応援はお控えください。いろいろとですね制限がありますが、皆さんの安全を守るためのレギュレーションです。皆さんどうぞご協力お願いします。さてスーパーカラービジョンでご紹介しております。本日は松山デイです。松山といえばスワローズの秋のキャンプ地、またスワローズの公式戦も行われます。ついに、ね、先月も行っておりました。その愛媛県松山市からご来場の皆様へお知らせです。今つばみちゃんが持っている、はい、これ道後温泉ハンドタオルですね。はい、こちらを一塁側およびバックネット裏の各入場口で先着1500名様にお配りいたしました。